はい、こんにちは。 iPhone 7がついに発表されました。そして満を持して iPhone に防水機能がやってきました。この防水機能どの程度かっていうと、カタログスペック上は IP67 と IP67 と表記があります。これどういう意味かっていうと、 IP っていうのは国際規格ですね。その後の67が6番目がまず防塵能力を表しております。で、次の7番目が防水能力を表しています。つまり IP6 番の防塵と IP7 番の防水という形になります。7グレード目、6グレード目、6等級、7等級ということですね。では、7等級のグレード7の防水機能どのくらいなのっていうところなんですが、実は前回のこの、初期型 Apple Watch なんですけど、これが実は IPX7 なんです。なのでこれと同規格です、今回の、iPhone はね。なのでね、規格上は1メートルぐらいの浸水であれば、30分ぐらい耐えられるよというものです。これ実はね、全然入れちゃっていいんです、入れちゃっていいんです。時計だからね、全然このぐらいだったら問題なく動作します。全然大丈夫なんです、全然大丈夫なんです。で、ハートビートね、この心拍計もこのままつけちゃって問題ない、動きます。なので、まあこれね、真水であったり、なんだろう、テスト上って今日真水とかいろいろそういう縛りはあるんで、実際問題どうなのっていう部分はあるんですけど、これと同じであればもう1メートルぐらいに入れて30分、水につけても大丈夫だよという設定になっております。で、Apple Watch 2が今回防水になったよみたいな、PV が強く出ていたんですけど、あれはこれをさらに強化したものというイメージで撮っていただければなと思います。なので、IP7、7グレードっていうのはこのくらいであれば、まあお風呂とかねである、まあお風呂はね、ただ温水じゃん、かつなんかあれ真水ではないんで、そこがまああれなんだけど、まあ大丈夫という形になります。 iPhone7 のね、実際実機がね来たら、このくらいであれば私はバチャって入れますんで、楽しみにしましょう。というわけで、防水機能 IP67 の紹介でした。紹介というか、まあ説明でした。また会いましょう。バイバイ。